どうも皆さんこんにちは、指導レミです。皆さんはあだ名とかつけられたことありますか？パワプロキャラクターにもいろいろあだ名がつけられており、例で言うとホムラ室長はオホム。指導レミはシドレミってあだ名があります。最近はあまり聞きませんよね。お客さんですね。どうぞ入ってください。どうも、六道ひじりだ。本日はどうもよろしく頼むぞ。あ、六道さんですか。ところで今日の相談は何ですか？本日はパワプロユーザーがつけたひどすぎるあだ名を紹介してほしい。あいつらマジで許さんぞ。はあ。わかりました。まあとりあえずやっていきましょう。開始です。それではこれからパワプロユーザーにつけられたひどいあだ名のキャラクターを紹介させていただきます。基本的にあだ名はひどいのでそこはご了承ください。まずは六道ひじりさんのあだ名親方です。こちらはパワプロ2013でつけられたあだ名。六道ひじりさんはパワプロユーザーの中でも人気キャラクターで、パワプロ2022では声優が大々的に発表されたり、パワプロアプリでも大量の別バージョンが与えられている超絶人気キャラクターです。そんな六道ひじりさんがなぜ親方と呼ばれているのか、それはこちらの画像を見ると一瞬でわかると思います。それがこちら。着物を着ているのですがなんか色々とでかい。さらにこのキャラクターが放つ名言。言い訳をする人間に進歩はないぞ。というのはまさに親方そのもの。この容姿とセリフが完全に相撲取りであり、六道ひじり親方と呼ばれるようになったのです。ちなみに水木さんの着物姿もこんな感じ。いろいろと。うんって感じですね。なんでこんなことになってしまったんだ？なぜこんな姿になってしまったのかはパワプロ2013のサクセスシステムにあります。パワプロ2013ではサクセスのモデルが 2D ではなく 3D。さらにこのモデルが全体的に丸く、水着や別バージョンとの相性がとてつもなく悪かったことからこんなあだ名になったと思われます。2014からはモデリングが若干良くなったが、まあそれも、うんって感じだったよな。続いて早川葵。こちらも有名なあだ名をつけられていますね。あだ名は三角フラスコ。こちらもパワプロ2013からつけられたあだ名です。このあだ名は2013の水着早川葵イベントにて彼女をナンパした男が、なんだよあのスタイル三角フラスコじゃねえか、というのが元ネタ。このナンパ男のワードセンスと2013の立ち絵がうまい具合に合致して、このセリフが名言として語られているのではないかと思われます。多分これが 2D の立ち絵だったらこんなことにはならなかったんだろうな。ちなみに 2D の画像はこちら。やはり 3D の三角フラスコと比較するとインパクトは少ないですね。ちなみにこの水着はパワプロアプリで強化素材で登場したこともあり、何かとネタにされている存在ということがわかりますね。ちょっと待て、右のダークマターはなんだ？これは葵さんが作った料理です。元ネタはパワプロ11の ED イラスト。まあ、葵さんは料理がめっちゃ下手という設定があるので、この料理を作るのも納得かなと思います。これ銀玉のおたえの料理だろ。続いて森川岳。こちらはパワプロアプリ初登場のキャラクター。あだ名はクソ森。理由は非常にシンプルで使えないから。彼はパワプロアプリの SG 高校で初登場したキャラクター。5つ目の高校でサービス開始から半年経ってから登場した高校になります。この頃パワプロアプリは総力キャラは川星穂村一択。そもそもパワーとミートを上げることが重要であり、総力キャラは全然活躍の場がありませんでした。そのくせテーブルの初期評価が低いのんけテーブル。さらに金徳は鉄人というやたら筋力ポイントを使う査定効率の悪い能力で、このキャラクターマジで使う場所がない。ガチャで出たら全員が悪い意味で発狂する。まさに愛されるべきハズレキャラって感じですね。というか今思ったら SG 高校あたりキャラ少なくないか？だってあたりキャラ抜きしかいなかっただろ。まあそうですね。SG 高校は環境になったことはあるのですが、キャラが強いかというと別の話ですからね。続いて虫かりく。こちらはパワプロ2014初登場のキャラクターであだ名は偽森。誰の偽物かわかりますか？森か。なんか嫌な予感がするのだが。その通りです。あの森川岳の偽物つまり偽森です。ちょっと待て、虫かが登場したのは2014年。森川が登場したのは2015年。どう考えても偽物は森川だろ。まあそうなんですが。もうそれに関してはよくわかりません。また、なぜ虫かが偽森と呼ばれているのかというと、先ほど説明した森川と金徳が同じというくらい、
それだけで偽物のレッテルを貼られたキャラです。まあ雰囲気も似ている気がするが。まあドンマイという感じだな。続いて滝本太郎。彼はパワプロ98初登場のキャラクターで、パワプロアプリでグリップおじさん、グリおじというあだ名を付けられています。理由は全レアドでグリップのイベントが発生することが由来。全レアイベントでは滝本が親身になってバッティングのコツを教えてくれるのですが、そのイベントで本当だ。いいか、グリップは。というからです。このセリフのみでグリップおじさんというあだ名を付けられる。どのキャラクターもいつあだ名をつけられるかビクビクしていかねばならないですね。グリップおじさんって、高校生でしょ？まあ見た目も威圧感ありますからね。おじさんと言われても正直違和感ありません。続いて北斗役も。こちらはパワプロアプリ北雪高校編で初登場したキャラクターであだ名は、ホモ。このホモというのには諸説あり、最も有力なのが女性が苦手で主人公と飲み話せる設定。ちなみに北斗さんは矢部田明子にシナリオが進むにつれ好意を抱くことになるので、マジでホモではないことがわかっていますね。なぜゲームのユーザーは何でもかんでもホモって言ってしまうんだ。もう一つの説は北斗役も。役得ホモ。役得ホモというのもあるらしいです。これが果たして本当かどうかわからないので、皆さんも頭の片隅に置いといてください。この情報役に立つことないだろうな。続いて玉三郎。こちらはパワプロ99に初登場したキャラクター。パワプロアプリではあまり活躍していませんが、家庭用のパワフェスで活躍していますね。まあ天王寺と村雨が強いから、活躍してるかというと。このキャラクターのあだ名はシャブローです。由来は玉三郎から玉シャブローに派生しただけ。見た目が可愛く男の子というのもあるので、こちらもホモネタとなっております。シャブローって完全にあれのこと言ってるだろ。まあ彼の抜刀シャブローってことでしょうね。非常に卑猥なのですが、まあ呼びやすいといえば呼びやすいですね。これ女性は呼べないぞ。続いてチア節子。こちらはパワプロアプリ初代人気投票ナンバーワンキャラ。チアリーディングの姿でパワーアップして登場しました。そんな彼女のあだ名は、キツコです。なんだって私の聞き間違いか？これも完全に下ネタですね。名前がチア節子なので略してキツコ。なぜここで略してしまったのかなんとも言えない気持ちになってしまいます。なんかどんどん名前が略されてあだ名が付けられるようになってきたな。しかも下ネタ方向にシフトしているぞ。まあ下ネタの方が覚えやすいですしね。続いてダイヤのエースから白川克之。こちらパワプロのキャラではなくコラボキャラですが、あまりに性能が低すぎることから、クソクソと呼ばれています。クソクソって名前の面影すらないじゃないか。当時稲城実業のガチャにこの4名がピックアップされました。性能で言うと鳴宮が最強で続いてただの、カルロス、白川となっています。このガチャをある程度引くと SR 稲城ガチャ券を手に入れることができるのですが、とあるスレでこのガチャ券の確率がおかしいと話題になってしまいます。そのスレでは鳴宮だけ確率が低く設定されており、その他のキャラクターが当たりやすくなっているという話。おそらくそんなことないと思いますが、これに対してクソ性能クソのクソクソと言ったのが発端。さらに白川はダイヤのエースキャラで最も性能が低いとされており、三島より性能が低いと話題になっていましたね。なるほど。それでクソクソか。当時からこのキャラクターが当たったらミキサーガチャ行きだと言われてましたね。またミユキに対してよくクソクソと言ってるのでそれも理由だと思われます。原因どう考えてもそれだろ。本編ではデッドボールを食らって叫ぶシーンが印象的だったが、アプリでは当たったらプレイヤーが発狂するということか。以上がパワプロキャラのあだ名でした。他にも色々なあだ名のキャラクターがいるので、また後日紹介させていただければなと思います。了解です。それではまとめ。今回紹介したあだ名は六道聖親方、早川葵フラスコ、森川クソ森、虫か偽森、滝本グリップおじさん。北斗ホモ、玉三郎シャブロウ、チアユキコキツコ、白川クソクソ。なかなかにひどいあだ名が付けられていたって感じですね。ぬう。私も親方というあだ名に関しては納得できていないぞ。私はおはぎとか和服とかなんかその辺いろいろあるだろ。六道聖さん。言い訳をする人間に進歩はないぞ。どこが言い訳になってるんだ。ということで今回はこの辺で動画を終了させていただきます。
皆さんも良ければキャラのあだ名を考えてみてください。変なあだ名はやめてくれよ。ということで今回はこの辺で。さよなら。